テースケ騒動とは、1872年4月、新潟県及び柏崎県で起きた農民一揆。明治新政府に不満を持つ旧アイズ藩市、渡辺テースケらが大川津分水屈作工事の負担に苦しむ農民等を急行し、新潟県庁の襲撃を図った事件。日本の封建社会における最後にして、最大の農民一揆と言われる。また、死亡者の中に、 浄土新宗の僧侶が含まれていたことから、当時同州門徒を中心として起こされていた、廃物希釈に反対する、語法一揆として扱われる場合がある。文献によっては、新潟県分水一揆、大河津分水騒動、新越地方土あだ法旗などの語も用いられている。一揆は、旧暦4月4日から6日にかけて、 柏崎県庁へ抗争を行った一行と、4月6日から8日にかけて、新潟県庁へ向かった一行とからなる。二つの一期の間に繋がりはなく、偶発的とするのが通説であり、その意味では、新潟県側の一期のみを、定助騒動と呼ぶべきであろうが、事件の性質から合わせて記述する。新潟平野を流れる品の川及びその支流である、中野口川は、かつては、 毎年のように洪水を引き起こす暴れ川として恐れられてきた。この抜本的地水策として、二つの川の分岐点により上流にあたり、かつ日本海に最も近い現在の長岡市と燕市との境界付近から分水路を掘削する計画が、今日年間より江戸幕府に嘆願されてきたが、莫大な工事費と流域各班の利害対立により実現しなかった。 1868年新潟平野はまたも洪水に見舞われていた。北越戦争により、旧幕府軍が敗退すると、流域の村々は新政府側に分水工事着工の嘆願書を提出し、1869年にようやく着工が認められたが、総工費80万両のうち60万両が地元負担という厳しいものとなった。 流域の村々には重労働の提供が求められ、さらには工事のための移転を余儀なくされるもの、水位の低下による水不足を心配するものもあり、分水工事反対の声が逆に強まっていった。原発王子村農民の無宿舎、川崎クロージらは、1872年3月頃より、流域に分水工事反対の決起を呼びかける、落し踏みを行っていた。 4月3日夜、早金を合図に、現在の町方東 IC 付近に千数百名の一騎勢が集結し、道々周辺の農民を急合しながら、柏崎県庁へ豪訴に向かった。一説には、再生時には九千名にも達したとされるが、途中逃げ帰る者も多く、5日午後に柏崎に到着した時には4から6千名ほどであったとされる。 一気税は、県庁側役人に次のような嘆願書を提出した。分水工事の負担の免除。うじ子、檀家の負担となる謝辞の免税。年号旧幕府時代の水準への据え置き。外国との交易さ止め。さらに口頭で、分水工事は、肝臂で行い、老賃を滞りなく支払うこと。船などでの買い前による年貢を止め、地元で納付するよう改めること。 村役人を公戦制とすること。県側は急遽老人らを集め、見回り隊を結成して、対応に当たったが、衝突には至らなかった。翌6日夜、県側は一機首謀者の宿舎を吸収し、彼らを捕獲した。川崎黒字一名のみが首謀者として、罪を引き受け、他の者は釈放された。元合図藩士の渡辺定介及び月岡村。 安政寺の元住職で、元桑名藩平の土屋竜脇らは、鴨の農民党と図り、4月4日より三条、鴨一体に決起を呼びかけるお年踏みを行った。6日未明、渡辺らは村々を強制して、約1000名の一期勢を連れ、東本願寺三条別院に集結した。渡辺人志は、甘寺康、徳川回復長的関連の旗を掲げ、より、 新潟県庁へ向けて北上した。再生時には5から6000名だったとされる一騎勢の一部はボートと化して略奪、放火や打ち壊しを行い、事態収集に向かった県庁役人や省屋を殺害した。県側は一騎勢が新潟町に入るのを阻止するため平島に軍を集め、8日午後、北上してきた一騎勢に各射撃を行い、 突撃しようとした首謀者の一人を射殺した。一期勢は改装し、首謀者や殺害の下手人は、ほとんどが数日のうちに捕獲された。一機の後、新潟県で平松時奴は更迭され、新たに楠本正隆が赴任した。渡辺帝介、土屋建脇、川崎九郎次等、捕獲された首謀者と殺害の下手人等の合わせて7名は、 いずれも9月10日に処刑された。柏崎県は後に、新潟県へ併合された。一期の後中断していた。分水工事は6月下旬に再開されたが、オランダシリ林道の報告書などもあり1875年に中止された。工事の再着工は1907年、完成は実に一期から52年後の1924年のことで、ある。吉川博文館。 国史大辞典、五法一揆、小学館、日本歴史大辞典、五法一揆ともに当事件を五法一揆の代表例としている。ありがとうございます。